さあそれではね、今週のしがらみですよ、AKB48 のね、皆さんで口直しをしましょう、ね、どうぞ。これはもう完全に口直しじゃないの、ね、いいですか、自己紹介を、ね、自己紹介とで今日はですね、今まで人生でもよかったなっていう映画ね、はい、はい、AKB48 の前田敦子です。今まで一番感動した映画は、韓国映画の私の頭の中の消しゴムです。よく見てるね、そんなのよく見てるね。はい、AKB48 の高橋みなみです。今までで一番感動した映画はクレヨンしんちゃんのあれ出たよ、あの侍が出るやつです。タイトルも忘れちゃったよ。侍が出る。 AKB48 のともちんこと伊藤ともみです。今までで一番面白かった映画はブラックトゥーザフューあブラックバックトゥーザフューチャーね。あぶねえな、ブラックトゥーザフューチャー。黒くなっちゃいましたね。さあそれではお願いします。はい、ジ・アルフィの夏イベントの開催が決定しました。なんと今年で25周年、それを記念して第1回目からの公演名が出ているポスターを3名様にプレゼントしちゃいます。これはかなりレアですよ。ご希望の方は番組サイトまで待ってまーす。